バナナ好きですか？私誰だと思います？ありがとうございます。私実はですね、門司港駅の駅長です。集合。今から駅長がバナナの叩き売りやりますよ。36プラス3ご乗車のお客様、どうぞお集まりください。バナナじゃないですよ。本日は36プラス3ご乗車ありがとうございます。私が、なんと私が門司港駅の駅長でございます。ただいまからバナナの叩き売りを実演いたします。ご家ではお集まりください。早く買わないと、はい、約束しますよ。大丈夫ですか？ライバル続々と来ましたよ。今日はですね、なんと36プラスさんが運行開始して2年目の記念すべき日なんですね。で、ご乗車いただきまして本当にありがとうございます。そして36プラスさん初めて聞いたという方もですね、門司港駅に来ていただきまして本当にありがとうございます。門司港にはですね、昔から伝統としてバナナのたたき売りというのをやってましてですね、1年に1度バナナ塾というのをやってます。で、私駅長と門司港駅の今日いないですけど副駅長というのをですね、たたき売りのバナナ塾というのに1年間入会しまして、たたき売りを学んでます。まだ半年なんでちょっとうまく売れるかわかんないですけど、今から工場というのを言った後にですね、このバナナ私がどんどん安くじゃないな、売っていきますので、できれば高く買ってほしいんですけど、高いけりゃ高いとかですね、もっと安くしろとか言ってくれればどんどん安くなりますので、お願いします。はい。で、私なんでこんなに色が黒いかというとですね、バナナが売れすぎたバナナじゃないですよ。趣味で船をですね、乗り回してですね、その辺の船をバーって乗り回して魚釣りとかよくします。まあどうでもいいんで、はい、試合いきますよ。やれー。まずは私の自己紹介。門司港駅の駅長です。門司港に来て約半年、ようやく覚えた叩き売り。私のバナちゃん買ってって私のバナちゃん買ってって今日は特別20本で2000円。言い忘れてましたけど、今日このバナナ買ってくれた方にはですね、36プラスさんのキーホルダー、ここでしか手に入らないですよ。買いたくなってきたでしょ。と、門司港駅の駅名表を今日は焼き印にして特別にバナナに押します。門司港でしか手に入りません。2000円でもちょっともう手を挙げたくなってきたと思いますので、もうちょい焼きましょうかね。さあ1800円、どうだ。1800円、20本で1800円、高くはないですよ。もうちょい行きます。もうちょい行きます。みんなこれちょっと持って帰るの重たいなと思ってるでしょ。実はですね、思ってるでしょ。思ってると思います。でも価値なんで、はい、1500円。1500円ですよ。もう本当ここでしか手に入らないキーホルダーとね、焼き印もします。今日はサービスして、インスタ映え間違いなしですよ。バズりますよ。インスタバズりますよ。1000円。おお、ありがとうございます。もうちょっと負けようかなと思ってました。ありがとうございました。じゃないからね、早く触ってください。いやいやいや、いいです。はい、駅長さんがやってくれているバナナの叩き売り、みんな拍手を待ってください。バナナの持ち方が違うと怒られましたんで、半年しか経ってないから、こんなこと言われてますね。親指を反対を言う人が、言う人によって持ち方が違う。さっきの方は逆に教えてくれたんですよね。こうは正解だし、反対、こっちでいい。これでいいって、もう諦めてくれましたね。これでいいです。はい、じゃあどんどん売っていきますよ。1000円、あと2つしかないんだよ。これともう1つしかないんだよ。邪魔になるなんて思わないで。1000円、ありがとうございます。あとでね、焼き印をします。焼き印はね、ちょっと私がしないと難しいかもしれんので、焼き印後でしますよね。さあさあ、皆様、ついにあと一つとなってまいりました。門司港駅長がいるバナナの叩き売り、もうここでしか買いません。私も今日しかしません。最後です。こうでした。
どうでもいいらしい。結局どうでもいいらしい。いきますね。800円ありがとうございます。じゃあ皆さんありがとうございました。バナナがどうしても欲しい方はファミリーマートで1本100円です。よろしくお願いします。